最も簡単なエポキシドである、エチレンオキシドの構造式エポキシドは三ンカンのエーテルである、オキサシクロプロパンを構造式中に持つ化合物の総称で、最も単純なものはエチレンオキシドである。痴漢器として見る場合は、エポキシ元と呼ばれる。化学工業、有機合成化学の分野において中間体として重要である。多くの場合、加酸化物などによって、 オレフィンを酸化することで合成される。酸化剤として実験室レベルでは、マクプバ、オキソン、金属の基礎作体、過酸化水素などが利用される。1、2ハロヒドリンからの分子内、ウィリアムソン合成もエポキシドを得る有力な手法である。キラルなエポキシドは中間体として重要であるため、各種の不正酸化反応が発表されている。 バリー・シャープレスらによる、シャープレス酸化が有名であるが、その弟子であるエリック・ジェイコブセンもサレン作体を用いる、方法を発表している。また、糖などから誘導したケトンを触媒とし、オキソンを用いて酸化する手法無近年進歩が、著しい。その他の方法として、カルボニル化合物に対してイオー、イリドを作用させることでもエポキシドが得られる。1、2、 ジオールの脱水によるる。方法もあるエポキシドは反応性に富み、嗅覚性を持った化合物と不可反応を起こす。そのため、様々な化合物を作るための原料として、実験室や工場で用いられている。例えばエポキシドに水を三色媒で孵加すると、ビッグアルコールが第一級のグリニャール主薬と反応させると、増炭して新たな第一級のアルコールがアミンを反応させると、 網のあるコールができる。ありがとうございます。